真田武将隊飽きないところ松の屋さんから出発したいと思います。行ってきます。あれなんか撮られてる後ろから後ろからも撮られてる。行ってきます。行ってきます。殿わしが行ってまいりました。わしが案内してまいりました。殿自己紹介お願いします。わしは沼田平八郎影吉と申します。皆様今日は沼田城をですね、沼田平八郎影吉殿と一緒に散策してまいりたいと思います。これで行こうと思ってます。三段丘から登った坂のところにあった城跡なんですけど、移築でこちらの方に移ってます。左岸段丘を登ったところにあった城跡が移築されているということですね。ここに滝坂御門と書いてあるんですけど、城跡に火が、転じられということで、ね、なるほど。重要文化財、重要文化財です。よいしょ。ジンバルを持って今日もいい感じの動画を撮りたいと思ってます。いい感じの動画って何でしょうね。いやでもジンバ織着るだけでだいぶ派手になりますね。ジンバ織を着るだけでだいぶ派手になりました。映えます、とても映えます。そういえば気をつけないと、あの黒蜜さんは突然立ち止まるんで、はい、本当にみんな気をつけてくださいね。今私がこの耳につけているのがですね、さっきあの上州真田武将隊の飽きないところ松の屋さんで体験させてもらった、六文銭作りの六文銭です。お、小学校、これは何なんですか、ね、すごい門が、大手門のあった場所ですね。あの増形も昔あって大手門があったんですけど、今歌舞伎門をあの復元して、まあ、学校の校門ということで、小松姫が真田昌幸と、真田信繁を、まあ、入れなかった大手門の舞台となるとここなのかなっていう。なるほど、ここが、あのここがもともと外堀が、はい、あ、本当だ、外堀跡って書いてありますね。外堀があの奥の沼田女子高等学校なんですけど、その校門の校庭の方までずっと空堀が。いや、自撮り棒持ってきてよかった。すごいね、自撮り棒ってね、あ、もうなんかすごいね、ブラ香り感出る。そうですよ。でも黒道さんには絶対できないですよ。なんで？重いから。ちょっとそんなこと、ちょっと持ってみてください。あ、いやいや、そんな意外に重くないよ。本当ですか？じゃあちょっとしばらく持ってください。意外に重くない。はい、はい、どうも、モコミツですけど、モコモコすぎた、モコモコミツ。ブラミツじゃないんですか？ブラミツじゃない、モコミツ、モコミツ、モコモコした。はい、殿がね、信号待ちしております。殿と黒、あ、ブラミツ、モコミツさんのさっきのやり取り面白かったんで。何？後で、何？あの、六連戦作りの時は。はいはいはい、殿がね、手取り足取り、二つの入り方殿はずっとこたつに入ってらっしゃって、そうなんですね、出てきてくれないんですよ。六文銭の作り方を教えてくれなかった。六文銭の作り方は教えてくれなかった。こたつの入り方は、はい、教えてくれた。やった、優しいじゃん。殿どこだろう、大体殿行った。殿のブランディングが今日で崩れそう。
2枚ずつ重ねてますから、上も下も。沼田城址に到着。本丸の堀の一部だそうです。堀の一部。大丈夫？はい。はい、こんな絶対私観光で一人でここに来てたらここの道を通らないと思うんですよね。あ、そうですね。結局破却されてるので、うん、だいぶ低くなってますけど、本来はもっと高く、これが高かったということですね。辰宮蔵がここで、火薬庫があそこの丘。なるほど。並べるの忘れた。並べる？これどうすればいいんですか？どうしたらいいんですか？あ、かわいい手袋してますね。並べ、あれ？並べるってどこですか？好きなところに。この、はい。ここに並べる儀式が。そんな儀式。あ、そういうことですか？なるほど。はい、じゃあ。まぷゆきさんとこまっちゃんの足元のこまっちゃんって言ったら笑われちゃう。6枚、ね、今日朝からこまっちゃんって言ってるんですよ。このお姉さんはずっと、ずっとさ、しかも逆かな。とできた、見えないの。暗いからやり直し。じゃあこまっちゃんの方に、のぶゆき様の足元に6問置いてみました。あ、すごい、4枚全部6問、6問、家紋がこんな近くで、これすごくないですか？この兜のところにも6問入ってる。これ私も見えないところを、本当だライブ映像を見てる皆さんは見えてます。誰も見えない視界です、これ。本当だね、あのところに欲しいと思う。お、小手にも6問星がついてますよ。あ、本当だ、至る所に。すごい、上から下まで全部6問ついてる。ということは後ろも、後ろもついてる。すごい、まぶしい。見てください、この背中のところにも6問ついてますよ、ほら。あ、本当だ、すごい。再出発したいと思います。止まった止まる、似たの前で。姫行っていい？そうです、大手門の敷石、これが、はい、わーお。敷石、さっきの門の足元の靴のように、はいはい、門の足元を覆うような石ですね。大手門のところからここに持ってきたっていう、持ってきたんでしょうね。ここには本来門は、そうですよね。しかもこんな狭いところにないですもんね。これが
大手門だからここには映ってないですよ ね、 そうですね この辺りですね、地図上のこの辺りにあった、あの最初に撮ったところの、あそこの小学校のところにあった大手門の敷石がこれ、はい、靴石ですね、靴石、靴石、これの上にこの、あの木がこうガッてあったんですよね、ええ、ちょうど組み合わせるようになった、これは撮らない。であっちの方に4階5層の天守が立ってた、これが一番崖の、ここが崖でこの一番、そうですね、ここが本日一緒に来ていただいている沼田、はい、あれそんな可愛い感じでしたっけ、影吉さんのお父さん、はい、パパリンが建てられた、パパヨシが、パパヨシが、パパヨシ、パパ名前ヨシだけ、影だけ受け継いでるのは、あの沼田さんの話だと機嫌が良くなるんですね。パパヨシの名前は何？パパヨシ。アキアスさん。あ、漢字はあれなんだ。受け継いでないの？いや、あの影という字が並んできてるんですけど、途中で。あ、途中でアキアスさんだけが。どういうことで？ちょっと行かれます？はい。そういうことか。なんか天守台の跡みたいのはないんですか？跡はないですね。あら。隠し通して、はい、古方家の住宅ですね。諸説あるんですけど、ここに不自然に積んである石が、不自然に積んである石が、あの水道工事かなんかの時に地面から出てきた時、はい、なので、まあ、天守台が、まあ、こっちで堀があったわけですから、まあ、地面から出てきたとなると、はあ、天守台の石かもしれないという、まあ、破却してその石がどこ行ったかっていうと堀に投げられてる。何ここすごい、ここすごい、何ここ何